皆さん、鳩山由紀夫さんという政治家を育てていただきましてありがとうございました。これからは我々全国の国民が鳩山由紀夫さんを一緒に応援してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。そしたら小沢一郎を激励する指定の会代表瀬川康介さんにマイクを代わりたいと思います。瀬川さん、お願いします。苫小牧市役所の近くにいらっしゃる皆さん、僕は小沢一郎を激励する知性の会の代表をしてます瀬川康介という拙い者かけです。この度、小樽から札幌、札幌から帯広、そしてここへと遊説に歩いてます。それは何のためかと言いますと、今、政界の中ではかつての政権交代の夢を忘れた、野望的な慣れ合いの中で消費税増税といったことが叫ばれています。しかし僕たちは3年前の夏に政権交代というものに見果てぬ夢を見て、民主党を支持し投票したわけです。その時民主党を支えていたのは鳩山由紀夫さんであり、小沢一郎さんであったわけです。今、その中枢から距離を置いているその二人がですね、心を一にして消費税増税反対を訴えているわけです。政界の数の論理から言ったら、少数派になるかもしれませんけども、政権政党、特にこの政権交代の主役であった鳩山さん、小沢さんの心中からすればですね、それは当然の論理であって、政治生命をかけるくらいの覚悟での戦いであろうと思ってます。政権交代が起きてから小沢一郎さんと鳩山由紀夫さんに対するバッシングというものはですね、想像を絶するものがあったわけです。一つは鳩山由紀夫さんに対してはですね、宇宙人だとか何だとか様々なことをマスコミは書き立てまして、マスメディアも放映いたしました。しかし、歴代23人のですね、佐藤栄作さんから集まって歴代23人の総理大臣の中で、沖縄の米軍を移転させてはどうかという発想を口にしたのは、鳩山由紀夫さんたった一人だったわけです。23人もの総理大臣がいてですね、たった一人しかそれを口にした人がいなかったわけですよ。ここは鳩山由紀夫さんという人の見識というものを高く評価しなければいけないと、あまりにも今まで鳩山由紀夫さんのそういう沖縄問題についての見識がですね、軽く評価されすぎてきたんじゃないかと私どもは思うわけです。それともう一つ鳩山由紀夫さんの素晴らしかったところは、万年野党になりかねなかった民主党にですね、自由党の小沢一郎さんを口説いて合併し、政権交代の夢を突っ走ったということです。結果的には菅直人さんがやったわけですけども、その礎を作ったのはあくまでも鳩山由紀夫さんだったわけです。政権交代への見果ての夢というものを実現しよう、沖縄の悲願を現実のものにしようと、そういう新たな発想を持ったのは鳩山由紀夫さんが歴代の23人の総理大臣の中で初めてだったわけです。今、この14日、15日、16日ですね、かつてこの2、3年、小沢一郎一人に絞られたバッシングがですね、鳩山由紀夫さんにもまた向けられてきた。それは誰がやってるかと言いますと、法務官僚が小沢一郎の無罪判決で負けたならば、今度は財務官僚の消費税増税だと、そこにめがけてですね、マスコミ、マスメディア、文化人、みんなが相乗りして、最後はあろうことが自民党まで相乗りしてですね、鳩山由紀夫さんに対抗馬を立てるという。小沢一郎は、公衆男性は女性問題で叩かれる。そうかと思うと、三党、野合のようなですね、三党合意がなされる。こういう時に、私たち庶民というものが一人ずつでも声を上げなければですね、政治というものは変わらないわけです。そういう思いを持ちまして、私たちは今北海道から
全国行脚ということで歩いておりますけれども、どうか私どもの声が皆さんの耳にですね、少しでもお入りになりましたら、私どもが訴えていることをほんの少しでもいいから考えて、お考えになってですね、今のこの国の政治の現状というものを少しでも考え直していただきたいと思ってここで喋らせてもらってます。なかなか、つまらない話をして誠に恐縮ですけど、少し私どもの話をですね、考えていただきたいなと思います。小沢一郎と鳩山一郎という二人の政治家に対する評価はですね、マスコミや、政権によってあまりにも低く評価されすぎてきていると思います。正当な評価、これが一番あの二人にとっての勲章ではないかと私は思います。そういう意味で私どもは市政の会というものを作って動いているわけですけども、別に国家からくれる勲章だけが勲章であるわけにありません。庶民から贈られる勲章というものこそ政治家にとっては誉れではないかと思って、私どもは全国的なこういう運動を広げてまいりました。どうか少しお考えになってくださればありがたいです。どうもすみませんでした。はい、はい、どうもありがとうございました。瀬川さんでした。はい、どうもありがとうございました。これからですね、苫小牧の駅前に行ってですね、また演説をしてまいります。どうもお仕事中お邪魔いたしました。ありがとうございました。この苫小牧が育てた鳩山由紀夫さん、そして小沢一郎さんたちのグループが消費税は増税は反対だときちんと姿勢を示して今国会で頑張っている。私たち国民はこのしっかりと頑張る政治家を、すなわちこの苫小牧の鳩山由紀夫さんを応援しなければならないというですね、おせっかいなことを言いに高知からやってまいりました。どうもお邪魔いたしました。もう一人私と一緒に旅をしている人がいます。小沢一郎を激励する市政の会代表の作家の瀬川宗介さんという方を紹介します。泣かないあいつが憎らしいというエッセイを書いた小説家のね、瀬川宗介さんを紹介します。苫小牧の駅前にいらっしゃる皆さん、はい、僕は、小沢一郎を激励する市政の会の代表をしている瀬川宗介と申します。この半年間、小沢一郎という人の冤罪事件に関してこれは無罪であると、これは国民我々一人一人が激励しようじゃないかということで、2月3月と国会議事堂前には300人400人の方を一緒に小沢一郎頑張れと叫ぶ運動をやってきた、男です。今、東京永田町ではですね、消費税増税に関して数合わせの激しいやり取りがなされています。しかし、かつて3年前に国民の生活は第一といった政党がですね、今平気な顔をして消費税を増税しようとする。これはどう考えたって3年前に民主党を応援した我々に対する背信ではないかと思うわけです。それに対して、やっと無罪判決を受けて自由の身になった小沢一郎さんと、政権から遠く離れて、中枢から遠く離れてた鳩山由紀夫さんがですね、3年前の政権交代時の民主党の責任者であったという責任感から、消費税増税反対だと、自分たちの原点は国民の生活が第一だと叫んでるわけです。数合わせでは負けるかもしれませんし、自民党も加わってますから、もろもろな思惑は、加わった戦いにはなるかと思いますけれども、しかし僕たち3年前に、この3年前の8月ですね、熱い思いで政権交代を願った我々庶民のですね、思いからすれば国民の生活の第一というのは守ってくれよと、何でたった3年で消費税が 5% も上がるんだと、こういう思いは皆さんあろうかと思います。で、政治永田町の世界ではどうなるか分かりませんけども、私どもは一人でも多くの方にこれは理不尽ではないか、むしろ少数派に転落してはいますけども、小沢さんとか鳩山さんの主張は正しいのではないかと、それを全国にきちんと地に足をついた自分たちの言葉で語りかけてみようではないかということで、こうやって、昨日の小樽から始まりまして、
札幌、帯広、そして京都、北海道から九州までを南下していこうと思っているわけです。鳩山幸雄さんという方は、宇宙人ですとか何ですとか、いろいろな言われをしてますけども、戦後佐藤栄作さん以来ですね、23人の歴代総理大臣の中で、たった一人、沖縄から基地を出そうじゃないかと、動かしたっていいじゃないかという発想を持てた人なんです。あの発想というのは、鳩山幸雄さんでしかできなかった発想なんです。しかも、旧の民主党にあってですね、このままでは万年野党になりかねないと、そう思った民主党の中で、自由党の小沢一郎さんを巻き込んででも、政権交代の夢をやろうではないかと、国民の生活を変えようじゃないかと、そういう大英断を下して、民主党を政権交代可能な政党に変えた人でもあるわけです。それにもかかわらず、今現在の鳩山幸雄さんに対する評価はですね、あまりにも低く不当であると私は思います。そしてまた、今現在、鳩山さんと小沢さんに対する、民主党の首脳部、あるいは官僚、あるいはマスコミの彼ら二人に対するですね、集中攻撃に似た、排除の論理というのは、これは非常に不当であるではないかと僕たちは思ってきました。ですから、私は、小沢一郎さんの、この陸山会事件に対してはですね、一貫して小沢一郎は無罪であるべきだと。小沢一郎を無罪にしなければ、日本の司法というものが崩れてしまうんだと。それは何かといった。疑わしきは罰せずだと。これは戦後僕たちを支えてきた法の理念であるわけです。疑わしきは罰してはいけないんです。どんな人でも疑わしきを罰したら、この国の法律というものは全て無効となってしまうわけです。そうした観点から、私どもは、これは無罪であるべきだと思いましたのと。もう一つ、これは一人の政治家を表舞台に立たせないための姑息な手段ではないかと思ったわけですね。私どもも少しばかりは勉強させていただきましたけれども、この20年間、政治というものをきちんとした論理を持って、市場を捨てて、習い合いを捨てて、国民のためにという計画、政治理念を突っ走ったのは、日本の政界の中では小沢一郎たった一人でした。彼一人がきちんと論理を述べて、国はこうあるべきだ、地方分権はこうあるべきだ、庶民の生活はこうあるべきだと書いてきた。それを邪魔だと思うマスコミ、官僚、旧の今の自民党、そういった人たちがですね、この男を政界から追い出せという思惑の中でやったのが小沢一郎排除事件であったと僕は思っています。そしてその時に小沢一郎さんの盟友であった鳩山幸雄さんまでもそのとばっちりを受けて低く評価をされてきたと思っています。今先ほども申しましたように永田町ではですね、数合わせの論理を何とかしようと、消費税を可決しようと、まるで私たち庶民のですね、生活をないがしろにして、今まで 5% だった消費税を 10% まで上げようとする、こういうアホな政策を我々庶民が認めてはいけないと思うんです。たった一人でも反対は反対と言わなくてはいけないじゃないかと。こんなバカなことがあるかと。こんなことのために俺たちは民主党に票を投じたんじゃないと。ちゃんと言えばいいんです。それに代わるきちんとした政治家を出してくれよと。僕たちはそう主張すべきなんです。でそういうことを、皆さんに少し自分の名前を名乗って責任を持って語りたくて、私どもは今回、北海道から、九州までを、そういうことを語って歩こうと決めて、ここ今、苫小牧の駅前にいるわけです。どうか、ここに、いらっしゃる、私の声が届いているかもしれない皆さん、私は名もない物書きですけども、こういう男が、わざわざ東京から北海道まで出かけてきて、あんなバカなことを言ってたけど、あいつの言ったことも少しは分かるところがあるなと思うようでしたら、今皆さんがいるその職業の場所から政治というものを見て、この政治おかしいぜ、この政治家おかしいよ、この政治家いいよということ、少しずつ声を台にして語っていただければ僕はここに来た甲斐があったなと思いますもんですから、どうかよろしくお願いいたします。長々とすいませんでした。
はい。はい、どうもありがとうございました。小沢一郎を激励する市政の会代表の瀬川一郎さん、小説家ですね、エッセイ、泣かないあいつが憎らしいというですね、小沢一郎さんの本を書いて、知ってる人は知ってる、知らない人は知らない、あ、当たり前の話ですけどね。まあ